はい、どうもこんにちは、たかしとけいです。今日も元気にいきましょうぜ。はい、今日はちょっといつもと違うでしょ。なんと東京オタクボードさんにお邪魔してます。イエーイ。でですよ、でですよ、ちょっと今から見せますけれども、やばいですよ。こちらバーンアルツです。はーい。ちょっと俺ね、言ってなかったかもしれないですけど、スターウォーズめちゃくちゃ好きなんですよ。で、これなんと等身大のR2D2 がこちら東京モードさんにいらっしゃるってことで、いらっしゃるっていうぐらいだからね。R2D2 に敬語使うから。今日はね、なんと特別に取材させていただけるってことなので、こちら取材させていただきたいと思います。お願いします。やばい、 R2 だ。やっぱ国ですね。うわー、これ待って、喋ってるんですか？喋ってる。やばい。全部で10パターンだんだん出てくる。すげえ。この動きと、あの音は全部映画中のものと同じものが再現されてるような。すごい。うわー、聞いたことあるこれ。ピヨンピヨンって。で、まあ、もの自体は冷蔵庫なんで、冷蔵庫はもの、そこが開くんですか？うわ、すげえ。ないんですけど。ここは、プロジェクターになってて、アンドロイド端末と、ミラキャストっていう、Wi-Fi で通信して飛ばして、それに投影してるものをここから投影するっていう。すげえ。すごい。R2 だ。本当の R2 だ。これで回転。うわ。ちょっとアルツ、アルツこっち来て。おお。ちょっと買いまーす。うわ。ちょっと泣きそうなぐらい興奮してるんですけど。すげえ。うわー、すげえ、すごい、すごいぞ。ちょっと R2D2 にタカシーズ TV が映ってます。皆さん、速報です、速報です。皆さん、ちょっと T シャツかっこよく脱ごう。じゃん、 T シャツかっこよく脱ごう。すげえ、 R2D2 が映している。すごいなこれ、やばい。いや、すごいな、本当 R2D2 だ。はい、来ましたよ皆さん。 R2D2 から私が投影されています。皆さん見てください、 R2D2 からの私が投影されてからのT シャツを脱ぐなんだよ、くだらないけど、くだらねえ。もう一番あの R2D2 の無駄遣いですね。無駄遣い、本当無駄遣いだよ。はい、ケイさん来ましたよ。で、ケイさんが来て、はい、T シャツを、はい、からの R2 でケイさんが映されて T シャツを脱ぐ贅沢だね。贅沢だよ。R2D2 でこの2人をね、映してね。贅沢すぎるわ。この2人が、そんで T シャツを、それで脱ぐくだらん、面白い、くだらねえ。いや、すごい。待ってください、待ってください、R2 あまり調子に乗ると帝国軍にスクラップにされますよ。 R2 待ってください、待ってください、 R2 いい加減にしなさい。 R2 いい加減にしなさい。思ってるより遅い。 R2 急に止まる。 R2はい、そんな感じで R2D2 と共演してみたでございました。なんと、そしてこの R2D2 東京オタクモードさんのサイトにて予約受付中でございます。なんとですよ、 R2D2 超お手頃価格でございます。皆さん手が届く金額だと思います。なんと R2D2 金額99万8000円です。安い、安いね。100万切ったんでしょ。100万切ってます。うわー、すごい。それは高いけど、
欲しい、ちょっとね、マジで欲しいっす、俺。じゃあ買いましょう。じゃあこれだと予約して買って、視聴者プレゼントだバカお前がやって、だったら俺が欲しい。はい、そんな感じでございました。今日も動画見てくれてありがとう。またあげることで、また見てね。明日も頑張ろう。じゃあね、高橋とケイト R2D2 でした。バイバイ。